こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日は社会契約論の続きを解説していきます。今日第2編の第8章、人民についてです。岩波文庫版の67ページです。建築家が大建築を建てる前には土地を観察したり探りを入れてみたりして、それが重みに耐えられるかどうか見るように、賢明な立法者はそれ自体としては申し分のない法律を編むことからは始めずに、あらかじめ彼が法律を与えようとする人民がその法律を支持するにふさわしいかどうかを吟味するということです。大きな建築を建てるときには地盤とかですよ、基礎とかが重要ですよね。それと同じで、賢明な立法者、立法する人は、その法律をいきなり上から押し付けるんではなくて、法律を与えようとする人民がその法律を支持するだけの、能力があるかどうかってことをまずは吟味するところから始めるってことですね。まあ、日本の場合は、明治維新によって、まあ大日本帝国憲法ですね、明治維新やった後に上から憲法をね、まあ発布したわけですよね。だけどいきなり、まあ日本にあった憲法を発布したってことですよね。人民がその憲法に耐えられなかったら、まあでも憲法っていうのは本来国家権力を縛るもんなんですけども、まあ、立法者っていうか日本の立法者って誰なんだって話になりますけども、まあ、天皇陛下ってことになるのか。天皇陛下が立法者として天皇大権を歌って、まあ、大日本帝国憲法発布したってことですね。だけどもあらゆる法律っていうのはその法律を支持するだけの人民がいるかどうかっていうのは問題になるってことですね。まあ、今の現行の日本国憲法か。あれはまあ、日本人にふさわしい憲法なんでしょうね。まあ、戦後70年、これでやってるってことは、人民のレベルにふさわしい憲法なんでしょうよ。で、続きです。プラトンがアルカディア人とキレナイ人に法律を与えることを断ったのは、このためであって、彼はこの2つの人民が富んでいて平等性受付のことを知っていたからである。プラトンにも法律っていう本があって、岩波文庫で 2巻で出てますけど、ちょっと私読んでないんで。まあアルカディア人とキレナイ人に法律を与えることを断ったと。まあ法律がなくてもいいって言ったと。なぜならアルカディア人とキレナイ人って言ってキレーネ、なんかリビアの辺にあるらしいんですけども、あのそこの人たちは非常に豊かだったんで、平等な法律っていうのを受け付けないと。だから法律を与えなかったんですね。続きです。またクレタ島においては申し分のない法律と性悪な人間とが見られるのもこのためであって、ミノスが規律を与えたのがすでに悪徳に損だ人民に他ならなかったからであるということです。クレタ文明ってなんですね。ミノス文明っていうのが、豊かな国だったんですね、ここもね。でそこの人民は悪徳に富んだ染まった人民たちがいたんで、まあ申し分ない法律を作ったけど、しょうもない人民が存在していると、ということです。まあそういうことがあったと。ちょっとこの辺の歴史がよく私分かんないんで、ギリシアの歴史が、ちょっと調べたんですけどよく分からなかったんで、まあ、これはもう飛ばしますけど、まあだから何て言うんだろう、基礎がしっかりしてないと法律の体系なんで与えたってしょうがないわけですね。大体リテラシーがない、なんかもう文字もほとんど読めないようなところの人たちに、憲法だの法律だの施行したってですよ。中身が分かんないんだから意味ないですよね。妖刀苦肉っていうか。
なっちゃいますよ。ということ言ってんですね。で、続きです。この地上には立派な法律などでは決して辛抱できぬような国民でしかも栄えたものが無数にある。たとえそれ、かっこ、立派な法律を受け入れることのできた国民でも、そうしたのはその存続した全期間の中のほんの短い間に過ぎなかった。人民は多くの場合、人間の一生と同じく、従順なのは青年期だけで、年を取れば直しようもなくなる。ひとたび慣習が定まり、偏見が根を下ろしてしまったとき、それを改革しようとするのは危険で無駄な企てである。ということです。まあ、立派な法律など従えない国民でも栄えた国はあるってことですね。でなおかつ立派な法律を受け入れることのできた国民でも、その自分たちの法律で、まあ、社会秩序を維持して、生活できたのは全期間のほんの短い間に過ぎないと。で、一国っていうのは人民は人間の一生と同じく従順なのは青年期だけだと。年を取れば直しようがなくなると。国家も一緒ですね。国家にも青年期があるって言ってるんですよ。これここの章では日本の青年期っていうのは明治時代なんですね。それがもう大正昭和になるともう、治りようがなくなってくんですね。偏見が根を下ろし、慣習が、定まってしまうと。でフランスにおいては革命の一時期は青年期だったと。あとはまあしょうもないわけですよ。フランスの大革命があった頃が青年期で、自由を獲得するのはその時だけだと。あとはだんだん自由を手放していくんだってことをこの後書いていくんですね。これなんかすごいこと書いてんだと思ってびっくりしたんですけども、国家とに人民は一緒だと。その青年期の一時期だけ立法できんだと。でその立法したものが存続するかどうか、まあなんだろうな、ディシプリンって言葉ありますけども、自己規律ね。青年期にちゃんと自己規律を持って生活する人と、勤勉に、人間関係円滑に生きる人もいれば、遊びほうけてです、でたらめやって暮らす人もいますよね。で立派な法律などなくたって栄える国家はありますよ。でたらめな生活してても一生それなりに幸福だって人もいるでしょうし、勤勉で真面目で健康的でも早く亡くなっちゃう場合もあるかもしれないですよね。ということを言ってんだと思います。だけども多くの場合は、まあ、若い時の情熱だけなんですよ。立法するために必要なのは。それが過ぎてしまえば、まあいくらいい立法をしたって年を追うごとにそれが習慣とか偏見によってないがしろにされていくということですね。で続きです。災いを除いてやろうと言っても人民は触られるのさえ辛抱できない。それは医者の姿を見ただけで身震いする愚かな育児なしの病人に似ている。これ医者の例えが出てくるんですけども、ひとたびですよ、青年期が過ぎてしまうとお医者さんを怖がる、お年寄りみたいな感じになっちゃうと。育児なしの病人になって似てると。一度人間って固まっちゃうともう直しようがないってこと言ってるんですね。で国家も一度固まった後はしょうもなくなっていくんだってこと言ってるんですね。でそのしょうもなくなる前の従順な青年期の感激しやすい一期で従知るような柔軟性のある時に、国家の基礎ができると。続きです。そのことは次のことを否定するものではない。ある種の病気が人々の頭を混乱させ過去の記憶を奪うことがあるように、国家の存続している間に時として激しい時期があり、その時にはある種の発症が個々人に対してなすのと同じ作用を革命が人民に対して及ぼし、過去に対する恐怖が過去の忘却の役割を務め、国家は内乱によって焼かれながらもいわばその灰の中からよみがえり、死の腕から出て若さの力を取り戻すことがある。これこそリグルゴスの時のスパルタであり、これこそ
タルキヌス家の後のローマであり、またこれこそ我が近代国家の間では暴君を追放した後のオランダとスイスの姿であったということです。ある病気がですよ、人々を記憶喪失にすると、で記憶を奪ってですよ、で過去を忘却して新たに青年期を、青年期のような、なんて言うんだろう、よみがえりを起こすことがあると、人生のやり直し期間になることがあると、で革命が人民に対して過去に対する恐怖が過去の忘却の役割を務め、国家は内乱によって上がれながらも、いわばその灰の中から蘇ると。まあルソーのいた間、フランス革命は、別にルソーはフランス革命の前に亡くなってますから、フランス革命がどういうもんだったか知らなかったんですけど、ルソーからこれ学んだ人たちはですよ、フランス革命やったわけですよね。まあとりわけダントンとかロベスピエールとかマラーとか、あの人たちっていうのは、まあルソーをよく読んでたわけですよ。で彼らは国家を内乱、革命によって焼いたわけですね。焼いたけど、その中から新しいフランスを作ったわけですね。ブルボン朝を、崩壊させて、自分たちの共和制のフランスっていうのを新たに、蘇らせたと。もう成熟してヨタヨタになってたフランスって国が、革命によって新たに若さの力を取り戻したってことですよね。これはまあ予言してますよ、ルソーは。フランス革命がフランスを若返らせるっていう。で例えばそれはリクルゴスの時のスパルタもそうだと。リクルゴスって人が出てきてスパルタも若返ったと。タルキヌス家っていうのはローマも最初は王政だったんですね。王政からタルキヌス家が没落して共和制になったんですね。共和制からまた帝制になっていくんですけども、その王政がまあ、滅びた後のローマで、暴君を追放した後のオランダとスイス、まあ暴君ってこれ誰なんだかちょっと分かんなかったんですけども、まあウィレム3世、まあなんだオランダっていうのはそのイングランドと同君王国だったわけですよね。ウィレム3世でしたっけ、名誉革命で、一緒の王様だったんですよ。で追っ払ったわけですね、あのウィレム3世は。で、ナポレオンによって支配されるまでは、まあ、フランスからユグノーがたくさん入っててすごい栄えたんですね。またね、そのこと言ってんのかなと思ったんですけど、違ってたらすいません。だから何が言いたいかっていうと、国家が若返る時があると、だから革命によって若返る時があると、改革によって。その時内乱によって焼かれながらも灰の中から蘇って若さを取り戻すことがあるって言ってるんですね。でこれはフランス革命で、まさしくフランスで起こったことですよね。若返ったわけです、急激に。で革命を、まあ、ナポレオンの時代に輸出し始めると、ヨーロッパ全体ですよ。そういうことやってますよね。日本だって、日本の明治維新というのは、まあ、明治維新で近代化して日露戦争でね、ロシアに勝ったっていうのが、まあ、アジアの中では輝ける青年時代ですよね。お手本になったわけですよ、近代化の。でみんな日本に学びに来たわけですよね。いう時代があったと、アジアの人たちがですよ、という時代があって、それが青年期ですよ。その後はもうただどん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 、ひとたび慣習が定まって偏見が根を下ろして、まあ太平洋戦争でボロ負けして、まあボロ負けしてもう一回は、まあ、若さを取り戻したってことでね、また戦後民主主義の中で高度経済成長、あれを青年期と呼ぶのかどうか分かんないですけども、まあ日本の青年期ってのは明治時代ですよ、日露戦争ぐらいまででしょうね。あとはまあもうずっと、育児なしの病人ですよ。あの自ら自分で変えることできなかったけどね、まあ、戦争敗戦して GHQ の指導の中で、あの日本国憲法とかね、その戦後民主主義ってのやってましたけども、まあ、通算して見てみてですよ、そんな一気に変わったわけでもないわけですよ、戦後においてね。まあ、あの表向きは変わってますけども、
まあ、繁栄はしたでしょう。しかしその明治維新からの何年間かで成し遂げたような驚異的な青春時代みたいな武勇伝だらけみたいな時代っていうのは、まあ、せいぜい明治までですよ。日本の文学だって明治ぐらいまでが一番いいわけですよ。あとの昭和の文学なんかどれも大したことないわけですよ。その森外とか漱石とかやったことに比べればですよ。昭和以降の作家がそんなだけのインパクトはあるかっていうと、まあないでしょうよ。なぜかっていうと、青春、国家の青春期にしか文学は存在しえないからですよね。だと思いますよ。じゃあフランス文学はどうなんだって言われちゃうんですけども、まあフランスだって、まあ19世紀が一番あれでしょう。おそらく青春時代でしょう。まあその革命やってからの19世紀か、まあ、18世紀の最後に革命やったわけですから、1789年か。で19世紀になって、まあそれは一気に文学として花咲いてね、たくさん、まあ今週じゃない、来週、今日2021年の2月16日ですけど、来週レイ・ミゼラブルとかありますけども、まあ19世紀半ばの小説か、あれ、まあ青春文学、まあ成熟してきた頃の青春、国家の青春体験を文学にしてますよね。まあバルザックのゴリおじいさんとかそうですね。革命でのし上がったゴリおじいさんの資産が全部なくなってくっていう話で、ゴリおじいさんの青春が終わってくみたいな、あの青春時代に築いた財産は娘たちによって全部、当人されてくって話ですけども、ということですよ。だからその日本だって文化的な蓄積っていうか、一番伸びしろがあったのは明治時代で、一気に身長が大きくなったと。その後は、まあ若さを失っていく過程ですよね、ずっと。大正、昭和と。今に至ってはもう、過去の栄光も何だったのかみたいな、もうなんか、国家としても若さなんかないですよね。まあもうすでに少子高齢化っていう時点で若さなんかないですけども、もう、若さが失われて育児なしの病人みたいになってますよ。医者の姿を見ただけで改革したくないわけですよ。治療したら死ぬかもしれないから、このままにしてくれみたいな感じになっちゃってますよ。で続きです。しかしこうした出来事は稀である。それは例外であって、その理由はいつもその例外的な国家の特殊な体制のうちに見出される。こういう例外的なことは同じ人民に対して二度とは起こり得ないであろうということです。まあリクルゴスがスパルタを改革したとか、ローマが王政から共和制になったとか、まあフランスで革命が起こったかとかいうのは、まあ出来事としては稀であるということです。でこういう例外的なことであると、あんまり、まあ、ほとんど起こらないと。でその例外的なことって同じ人民に対して二度とは起こり得ないと。で続きです。なぜなら人民が自ら自由になり得るのは人民が単に未開である間のことだけであって、市民の活力が消耗した時にはもはやそういうことはできないからである。その場合には動乱が人民を破壊することはあり得ても、革命が人民を再建することはできない。そしてその鉄の鎖が断ち切られた途端、人民もバラバラになり、もはや存立しないのである。そうなった後には、人民に必要なのは主人であって解放者ではない。自由な人民諸君よ、この確率を覚えておくがよい。人は自由を獲得することはできる。しかし自由は取り戻されるものでは決してないということを。これいいこと言ってますね。革命って一回しかできないですね。日本の明治維新っていうのも一回きりですよ。で、同じ人民に対して、国民に対して二回、革命やるってことはないってことですよ。ってこと言ってんですよ。で、人民が自ら自由になるのは、人民がまだ未開であるっていうか、まあ、青年時代の一番愚かな時にしか、自由っていうのは獲得することはできないと。その後は、いくら革命をやっても、
革命が人民を再建することはできないと、いうことですね。一度きりなんですよ。一つの国家が革命やんない一度きりだと。もう一回やったらもう国家じゃなくなっちゃうわけですね。もう一回革命をやろうとすれば、ただみんなの、まあ、鉄の鎖で人民もバラバラになってて、国家自体がなくなっちゃうと崩壊しちゃうってことですね。いうことですよ。だから私これ読むとちょっと悲しくなるんですけど、日本っていう国はもう若さがないですよ。で、もしもう一度革命が起こるんだったら、もう日本って国じゃなくなっちゃうわけですね、これね。おそらく このままでいるしかないっていうか、別の国になっちゃうっていうか、まあ国民的統一もなくなりますよ。で、人は自由を獲得することはできるけど、自由は取り戻されるものでは決してないと。革命で一度自由を手に入れることはできるけども、何回も革命すれば、自由が取り戻されるわけじゃないと。一回、まあ、青春と同じですよね。人間は青春を獲得することはできるけども、青春は取り戻せるものじゃないってことですね。これなんか悲しい話なんですけども。日本の青春っていうのはもう明治で終わってんですよ。で、日本が偉大な国になると、世界でもう偉大な国になるっていうのは、まあ高度経済成長の頃は、経済的にはですよ。そりゃ、世界の中の先進国のね、まあ、GDP で言えば、世界2位ぐらいまで行ったでしょうけども、だ文化的にどうかって問題ですよね。で、なんていうかその、明治の頃にいろいろ作ったものよりいいものがこれからできるかっていうと、実はもうそれは青春が一度きり獲得できるものであって取り戻せないと。いうのと一緒で、青春では取り戻せるものじゃないってことですよ。まあ、私みたいに40過ぎで青春を取り戻そうなんていうのはね、みっともないっていうか もう そんなことできるわけ、若作りしたってしょうがないって話ですよ。若作りして10代の子たちに混じったら、なんだこのじじいって話になりますよね。一度きりなんですよ、みんなハイティーンでね、10代で。なんだか、青春があるのは。自由を獲得しようと思って、必死になる時代なんで、ほんの人生の中で、20歳までの、物心ついて第二次成長が始まって20歳ぐらいの、たかだか7、8年ぐらいであって、それを過ぎてしまってから青春を取り戻すってことはないと。で、国家においてもそうだと。国家っていうのは自由を求めてみんなが革命をやって、新たな国家観を出すのは、せいぜい日本人にとってみれば明治時代、日露戦争ぐらいまであのあたりであって、その後、の日本というのは、別にその国家の青春時代を何度も取り戻すわけでないと。で、取り戻そうと思って革命なんてやれば、国家ごと崩壊しちゃうってことですね。革命ごっこはあるでしょうけどね。そういうこと言ってんじゃないかなと思いました。で、フランス、未だにフランス革命が大革命と呼ばれるのは、フランス人ってあの革命で終わってんですよ、もう。あとはなんか、革命ごっこみたいなこと何回も繰り返しやってますけども、まあ諸外国と戦争もしてますけども、基本的な理念ですね。リベルテエガリテフラテルニテってね、自由平等友愛っていうのは、もうフランス革命の時に、青春時代に、獲得したもんであって、あとはそれを大事に撫で回しながら、手放したり、まあ、取り戻したような気になって革命ごっこやったり まあそれはいろいろ。7月革命だの、2月革命だとのね、68の革命だの、なんかいろいろ革命やってますけども、そんなもん大革命と何の関係もないですよ。大革命で獲得したものが、まあ、色あせたからもう一回革命で取り戻そうみたいなことに何回かやってますけども、そんなもん若作りして革命ごっこやってるだけに過ぎなくて、一つの国家で、若さがあるのは一回っきりだってこと言ってんですね、これね。それは自由を獲得した時だと。市民が自由を獲得する時があるわけですね。ということを言ってんだと思います。
じゃあちょっと続きを一気にいきたいと思います。青年は幼年ではない。人間におけるのと同じように国民においても青年、それとも成熟の時期があり、国民を法に従わせるにはこの時期を待たなければならない。しかし一つの人民が成熟したのを見分けることはいつも容易とは限らない。そしてもし成熟の先を越すと仕事は失敗に終わるのである。国民においても青年、成熟の時があって、国民が法に従うのはこの時期だけだと。日本においてはその明治憲法アップされた時ですよね。国会開設された時とかが青春のピークですよね。で一つの国はそういう成熟の時期があると。でこの時期にちょうど、国民法に従わせるにはそういう成熟期を待たなきゃいけないと。成熟したわけですよね、まあ、明治何年、二十何年でしたっけ、22年だか23年、明治維新から20年経ってようやく近代的な体裁が、まあ、国民が受け入れられるだけ成熟したってことですね。それがその夏目漱石とかがちょうど二十歳ぐらいの時ですね。森鴎外とかね、まあ明治維新の時生まれた人たちですからということです。で、その成熟の先を越すと仕事は失敗に終わると。でこっからロシアをずっとディスっていくって話が出てくるんですけども、ある人民は生まれながらに規律に従わせうるが、他の人民は10世紀経ってもそうはならない。ロシア人はいつまで経っても本当に市民化されることはないであろう。それは彼らがあまりに早く市民化されたからである。ピョートル大帝は模倣の才を持っていたが、真の天才、創造し無から一切を作り出す天才は持っていなかった。彼が成したことのうち若干のものは良かったが、大部分は場違いであった。彼の人民が未開であることは知っていたが、人民が市民化しうるほどに成熟していないことを知らなかった。彼は人民のを戦争の苦難にならすことだけが必要な時期に彼らを開花しようとしたのであるということです。ピョートル大帝ってイギリスとかに視察に行ってんですよね。で、まるまる近代化学んできて、無理やり国民がまだそれに市民化されるほどリテラシーとか何にもないのに、上からやっちゃったわけですね。まあサンクトペテルブルクっていう人工都市作ったわけですよ。で上からの改革やったわけですね。だけどもこの上からの改革っていうのはまだ人民が市民化するほど成熟してないのに無理やりやっちゃったと。もっと自分たちが、まあ、未開の状態から成熟期を迎えるようなその試練をプロセスを自分たちで踏まなきゃいけないのに、まあ官僚制ですよね。官僚機構を作って、まあほとんどがノードみたいな国ですよ。なんか官僚、人工的な官僚制を入れて一気に近代化しようとしたわけですね。でこのことがトルストイとかドストエフスキーの小説を読むとすごいわかりますよ。その矛盾がそのペテルブルクにあふれてますよね。そのこの前私罪と罰を読書会で扱ったんですけども、もうみんなだから馬車馬を無知でガンガン殴るみたいに近代化するわけですよ。もう矛盾だらけなわけですよ。若い女性が体を売って早く死ぬみたいな、そんな近代化やってるわけですよ。もう全然その上からの近代化で国民がついていってないわけですよね。みんな脱落していくとマルメラードフみたいにアル中になっちゃうみたいな、まあ ラスコールニゴフみたいに、まあ、学業途中で放棄して金貸しばあさんを斧で殴っちゃうとか殺しちゃうとか、そういうことになっちゃうわけですね。成熟期、自分たちで成熟してないのに成熟した気になってるから、社会にめちゃめちゃ矛盾があふれてると。まあトルストイのアンナカレーニナ見たってそうですよね。まあ、リョービンって男が自分の、まあ農民ね、自分の領地の農民と一緒に草刈りとかするんですけども、どうしたってインテリとその一般庶民の差が激しすぎちゃって、ヨーロッパみたいに市民社会があるわけじゃないわけです。いや、一部のそのインテリはいるんですけども、他の庶民はなんかもう全然なんていうか、もうまあロシア正教を報じて生きてる
文字も読めないような人たちばっかりだってことですね。そういう人たちばっかりいるのに、一部のインテリだけが突出して近代化した気になってるよ。こういうことを起こしたのはピオトル大帝だってことですね。模倣の才は持ってたと、で大体場違いだったと。無理やり近代化してロシア人痛めつけちゃったわけですね。ってこと言ってんですね。それに比べれば日本っていうのはもう江戸時代にすでにその近代化が始まっちゃったわけですよね。その町人レベルでも、まあ、結構まあリテラシーも高かったっていうか、まあ、まあ明治維新というのはそのもう江戸時代から始まってた近代化がまあそのインテリアいたわけですよ日本にもね、ある程度ね。その富裕な町人階級がいて、それがね長州藩とか薩摩藩の若い維新の志士たちと結託して王政復興をやったってことなんで、まあ、市民革命じゃないにしろ市民意識のある人たちが結構な層で厚くあったわけですよね。でロシアはそうじゃなかったんですよ。でロシアがそうじゃなかったからロシア革命が起こっちゃったんですね。そのことをね俺ね予言してるんですよ。これ結構いいこと書いてあるなと思って、で彼はとこれピオトル大帝ですね。まずロシア人を作ることから始めなければならぬ時に、いきなりドイツ人やイギリス人を作ろうとした。彼は彼の臣民に対して、彼らが現実にそうなってもいないものにすでになっているのだと思い込ませることによって、彼らがなり得るはずのであったものになるのを永久に妨げてしまった。ピョートル大帝ってのはなんかそのドイツ人とかイギリス人を作っちゃったんだと。自然発生的にロシア人がロシア人らしくして近代化していくってことをやんなかったわけですよ。識字率が非常に低い国なわけですね、この当時のロシア。まあ中国もそうですけど 20% ぐらいでしょ、おそらく。でそんな時に一部のインテリだけが頭の中で近代化したと。ドイツ人やイギリス人並みにヨーロッパの知識知ってるわけですよね。でその中で改革してっちゃったから、彼らの人民が現実にそうなってもないのにそうなったように思わせると。そうするとマルメラードフみたいな人が出てきたわけですね。あの役所に職を得たけど出勤しないで飲んだくれてしまうっていうか、自分の頭脳がついていかないわけですよ、そのお役所仕事とか。それは、ゴーゴリのまあ街頭だってそうですね。赤系ウィッチってなんかずっと人間コピーみたいな人がいるんですけど、なんで人間コピーになるかっていうと、無理な近代化のしわ寄せみたいな人物ですよ。で、ようやく街灯を作ったらね、盗まれちゃったって言って、そのままショックで死んじゃうんですけども、なんであんな人が出てくるのかっていうと、ロシアの国家自体がまあ無茶苦茶なことやって近代化してるからですね。その歪みの中で、一般庶民が非常に ひどい目に遭ってるってことですね。自分たちの人間性をほら、いきなり、ロシアの濃度がいきなりある日市民になるみたいなことやっちゃってるわけですよ。いきなりドイツ人扱いされるみたいなね。まあドイツ人とイギリス人。で、日本はまだ、なんだろうな。一応その、江戸時代から、その、近代のことは、学んでたわけですね、一応ね。その、洋学者みたいな人たちがいたわけですから。一応その、長崎の出島を通してね。それなりに西洋のこと知ってるインテリがそこそこいて、まあ、それ敵塾、尾形公安の敵塾じゃないですけども、医学っていう形から近代を学んでて、大村益次郎とかね、福沢諭吉とか、なんだっけ、大鳥圭介だっけ。なんかそういう人たちはほら、一生懸命蘭学やってたわけですよね。で、一応その近代が何たるものかっていうのは、まあ、江戸時代から一応、学んでる人たちはいたってことですね。なおかつまあそれなりに識字率も高かったんでしょうけども、それに比べばそのロシアとか中国っていうのは全然ほとんど識字率も 20% 切ってるようなところにいきなり上から近代化して、それがまあ中国において阿久聖殿の阿久みたいな人ですね。阿久を近代人にしようとしたわけですよ。そんなことできっこないんですよ。でドストエフスキーとかトルストイの書いてる、まあ、ゴーゴリが書いてるロシア人だって、アキューみたいな人たちばっかですよ。だけどなんか新しい思想吹き込まれて、おかしくなっていっちゃうと。
いうことですね。で、彼らが本当はなり得るはずだったものになることを永久に妨げられたってことですね。で、続きです。これと同じやり方でフランスの教師は生徒を教育するので、生徒は少年の頃から一時目立ちはしても結局決してろくなものにならないのである。ロシア帝国は将来ヨーロッパを征服しようと欲するだろうが、かえって自分が征服されるだろう。ロシアの臣下ないし隣人のタタール人がロシアの主人となり、我々の主人ともなるだろう。これすごいこと言ってますね。結局ロシアで革命が起こったわけですね。ロシア帝国はその後共産主義革命やって、共産主義をコミンテルンって形で世界中に押し付けようとしたと。まあ世界中をその共産主義革命しようとしましたよね。ボリシェビキですね。ボリシェビキ革命を地獄でやるわけですよ。でブルジョアみんな殺したわけですよね。クラークとかその富裕な農民とかね、まあ貴族みんな亡命してっちゃいますよね。白系ロシア人ってことでね。でボリシェビキ革命っていうのをやってヨーロッパを征服しようとしてくると、ねまあ、周りにたくさんねその衛星国みたいなの作ってですよ、鉄のカーテン引いてワルシャー条約機構って作りましたよね。でかえって自分が征服されると。そのうちまあロシア帝国はまあその急な近代化してそのアレクサンドル2世とか3世とかね、18世紀まあ帝国主義やってましたけど、その帝国主義やってる中からいきなり共産主義が出てきて、レーニンとかねスターリンとかトロツキーが革命やっちゃうわけですよね。でヨーロッパは征服しようと思ってたら自分たちが帰って征服されたと、共産主義者に。そういうことが起こったと。でロシアの臣下ないし隣人のタタール人が、まあ共産主義者ですね、共産主義者がロシアの主人だったと。で我々の主人ともなるだろうと。これは今のところ起こってませんけども、世界をね共産主義革命やろうとしたけど、まあそれもソ連が崩壊して、まあ、終わっていっちゃいましたけども、まあ、隣人のタタール人って、まあ、中国人ですね。今中国人が今度世界の名手、まあ、少なくともユーラシア大陸の名手にはなろうとしますよね。まあそういうことは起こっていると。でこの変革は私には必至と見える。ヨーロッパの国王たちは全て一致してこれを促進することに努めているのだ。これをっていうのは ロシアがまあヨーロッパがロシアの共産主義の支配下に置かれるってことか。まあなんか予言してんですね一応ね。ロシア人って自発的になんかやって模倣の天才で、自国でその自然発生的に市民革命やる力がないから、逆に観念的に先に共産主義革命みたいにやっちゃったわけですね。ほんで、まあ、スターリン体制とかおぞましいもの作って崩壊してたと、その後ね、いうことですよ。でそういうことが起こってしまったと。でその変革は私には必死に見えると言ってんですね。だからボリシェビキ革命まで予想してるようなこと言ってるっていうか、なんかまあ、ルソーって教養はほとんどないんでしょうけども、変な直感があるんで、書いてることがね、まあ恐ろしいですね、でもね。まあ、とにかくロシアがダメだってことは、もうこの頃から言ってたってことですね。ロシアの改革なんていうのは、デタラメだと。観念的だと。ロシア人はいつまで経っても市民化されることはないって言ってですね。これはしかしでもこれドストエフスキーが書いてるのもそうですもんね。ロシア人ってのはどうしようもないって言って、罪と罰の中でスビドリガエロフが言うんですけども、ロシア人ってのはどうしようもないですよって言うんですよ。まあドストエフスキーの作品の中に出てくるインテリは大体ロシア人に幻滅してますからね、とんでもなくねいくら無知で教えてやんなきゃ分かんないとかね。アラマゾフの兄弟のイワンがそうですからね。大審問官で言ってんのは、結局暴力で支配しなきゃ言うこと聞かねえだろってことですね。市民化されることがないって言ってですね。そんなことされたって、彼らはやっぱり支配されること、奴隷のように支配されることを自発的に望むだろうと。
大審問官に言わせてますよね。まあルソーも同じようなこと言ってるってことですね。ちょっとだいぶ長くなりました。まあ今日の一番のポイントは、人は自由を獲得することはできる、しかし自由は取り戻されるものでは決してない。これはすごいいい言葉ですね、ということでした。今日はここまで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。